よし賭けは俺たちの勝ちだな。おとなしく投降しなさい。やれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通り、グノーシスの効能は単純な身体能力の強化などではない。感能力の強化、ひいては服用者の潜在能力を引き出すものだが、その使い方を極めればこんなこともできるのさ。なんだこいつは。空間が呪縛されている。これってワイスマンの魔眼。バカな、どうやってそちらの二人は随分と興味深い体験をしているようだね。リベルアークにファンタズマか。こいつ、私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。ワイスマン、ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深い。なかなか楽しませてくれそうだ。こんなやつに。賭けは僕の勝ちだ。早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思うがまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。てめえ、それが狙いで私たちをここまで。君たちのような愚物にどうしてわざわざ面会の時間を割いたと思っている。全てはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。あなたはそこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。おお、彼女が本当に500年前の時代の出身だったとしても、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながら、どうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね。言っただろう、彼女は神となるお方。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いやそもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけのわからねえこと。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい、この際だから聞いておく。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。うん、確かにそれもまだ分かっていないわね。マフィアの方でも心当たりがないそうですが。続けて聞くぞ。俺の兄ガイ・バニングスを殺したのはあんたか。ほほほ、そうか、そうだったのか。なるほど、二人きりの兄弟、年の差は10近く。兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというわけか。これは傑作だ。まさか君があの厄介な男の弟だったとは。それは皇帝の言葉と受け取っていいのか。確かに当時彼は僕の存在に迫っていた。厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたから、その可能性はないだろう。なるほど、だろうと思ったよ。あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。うん、
ほう、面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいた経緯、多分それもあんたにとっては想定外の出来事だったはずだ。自らが神と崇める存在を簡単に手放すわけがないからな。確かに、あまりに非合理的ですね。くっ、確かにあの日キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時にはこの祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが。そして偶然出品予定だった人形のトランクに入り込んだ。馬鹿げている。そんなことがあり得るわけがない。ヘイユにもたらされた情報もある。つまり今回の事件に関しては黒幕であるあんたも知らないことが少なくないということだろう。いいツッコミだぜロイド君、すごい。さすがは捜査官だね。だからどうした。キーヤ様がお戻りになればそのようなさまつな疑問は。グノーシス。冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろう。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪もない子供たちをもてあそんで愚かな試行錯誤を繰り返した挙句偶然見つけた結果でしかない。そんなものが断じて英知であるものか。貴様。確かに英知というには下劣すぎるかもしれないわね。いやしいと言ってもいいかと思います。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。そして今もなお、あんたはそのくだらない幻想をキーヤに押し付けようとしている。あの日だまりのように明るくて無邪気で天真爛漫で、そして思いやりもある俺たちの大切なあの子に。そんな馬鹿げたことをさせるものか。バカな。あ、体が動くぜ。呪縛が解けた。そうか、彼の真顔は所詮コピーしただけのもの。動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合がぶち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この上何をしてこようとも俺たちは絶対に屈しない。おとなしく投降してもらおう。何をブツブツ言ってやがる。これじゃあ切り札を使うしかなくなったじゃないか。それは教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして秘書野郎とマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら中毒症状。とにかく急いで吐かせないと。見えるぞ。あー
冗談だろう。この霊髪はヨシュア、これって、あ、もしかしたら地方を取り込んだワイスマンよりも。ああ心地よい。今こそ我は全ての真実へと至った。世界の在り方、その秘められた意図を。気を確かに持て。そんなものはまやかしだ。真実というのはそう単純につかめるものなんかじゃない。それは単に人の身の限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相も。クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。ハッタリオ、もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れぬ身の不運を嘆きながらここで果てるがよい。諸さんの魔人化とは格が違うみたいですね。ああ、さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めよう。エリ、ティオ、ランディ、それからエステルにヨシア、これが最後の戦いだ。みんなの全力を貸してくれ。ああ、真の英知を知るがいい。行くぞ。行きます。それ。任せてくれ。これで決める。
だな。Thank you.
よし、せっはっ、行くぞ、これで決める。僕の番だね。エニグマ駆動、行きます。